皆様おはようございます。いつも無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日はね、買ってまいりました、チキンカツカレー弁当4キュッパ、まあ消費税入れて505円っていうところですかね。はい、これ食ってね、仕事に入りたいと思います。まあ本当でしたら、あの MMDD 行きっていうのね、の動画なんですけど、なんか結構質問で、そんなに飲み食いしてお前大丈夫なのかみたいな、どうなってんだ体とかね、友達からもね、そんだけやってよくなんでもないねみたいなって結構言われるんですよ。でその秘訣何みたいな言われるんですけど、まあ別にこれといって秘訣はねえぞみたいな、食いてえ時食って寝てえ時に寝てみたいなね。まあ仕事はね、時間決まっちゃってるんでね、それに合わせて仕事をするような感じにしております。はい、それではですね、早速今日もカツカリーですね。この真ん中の美味しいとこからいっちゃおうかな。これがっぷりんことこれでけえな、このチキンカツ胸肉だね。いただきます。ちょっとやや苦手な、なんかチキンカツ売れ残っちゃったやつもう一回あげて、あ、すいません、残ってないです。美味しいです。いただきます。ちょうど横浜ブライ旅2連発やったじゃないですか。で2日目に献血したんですけど、その結果来たんで、いやちょっとそれを初公開、初公開って普通何、あの血液検査の結果だから人に見せるぞこの野郎みたいな、ね、感じではないでしょうか。ちょっとね、見てみましょうかっちゅうですね。大丈夫かな、名前とか住所が出ちゃうとこれやばいからね。はい、ですね、すごいですよ。やるじゃん、献血するじゃん。そうすると、もう次の日あたりに、検査結果のお知らせとかって細かいデータがね、とりあえず過去3回分私の場合は出ています。どんな感じなのよっていうちょっと見ていきますかね。だから一昨日やったやつ、ね、400ミリ成分献血しましたみたいな感じ で血圧146とかあんま変わんねえねみたいなね。で血圧下で79、95、94あんま変わったから79ちょっと低いね。で脈拍87、79、71力強い87っていうわけじゃないのかな。で生化学検査とか、よくわかんねえ。ALT、GPT、ガマ GPT 違うな、それはガマ GTP だもんね。まあ、こんな感じで、ガツンガツンパラライネとね、あ、これがガマ GTP だね。こんな感じ。ね、この線があるんだけど、青い線と赤い線の間だったら、まあ、標準で OK ってことですね。1回目38、28、27下がっちゃってるよ、こんな飲み食いしても大丈夫か、もうどっか悪いんじゃないの逆にみたいなね。そう、タンパク TP ですね。1回目が 6.8、7.1、7.3、まあ、まあ変わり映えしないねってことだね。アルブミン、よく見てもよくわかんねえな、これな。医療従事者の皆様、これ見て、お前ちょっとこれやべえんじゃねと思ったら教えてください。はい、1回目が 4.0、4.3、4.3、変わんねえね、あんまね、みたいなね。アルブミン対グロブリン比 H/G、 かっこいいね、 H/G 1.4、1.5、1.4、まあまあ変わりましたね。でもね、コレステロール、なんかコレステロールのさ、悪玉と善玉あるってどっちなんだろうね。これ CHOL コレステロールです。186、188、200ちょっと増えたよ、208、20ぐらい増えたもん、大丈夫かみたいな。まあまあでもライの中だからね、大丈夫じゃないですかみたいなね。グリコアルブリン GA ですね。あ、ここになんか説明書いてあるね。糖尿病の検査の一つです。過去2週間の血糖値が低い状態が続いていると低下し、高い状態が続いていると上昇します。糖尿病度や基準値より上昇します。基準値範囲内でも 15.6% 以上の場合は注意です。大丈夫か、大丈夫だね、 11.7 だもんね。
の1回目が 12.7、12.5、12.5、低くなってるよ、これやばくない？やばいね、こんだけ飲み食いやっちゃってるのに、夜中もう毎晩ハッピーホッピータイム始めるね。赤血球数、RBC、これはどうよ？4% に464いうのが、まあ、あんまりね、ヘモグロビン、ね、ヘモグロビン、どうなの？ 15.7、15.3、15.3、変わり映えなしと。ヘマトリックス幅、ヘマトクリット値、HT、よくわかんねえな、書いてあるね。赤血球の割合、どうだね。4645と、まあまあ変わんねえね。まあまああれだね、基準値入ってるね。平均赤血球容積、これやや危ないんじゃねえ。これやや危ない、2回目危なかったね。これね、ギリセーフみたいな。95 99 96、まあ範囲内ってことか。それから平均赤血球ヘモグロビン量 MCH ですね。32.6、33.0、32.8、まあまあ、まあ、変わり映えしないし、青ラインより下だから範囲ね、クリアーだね。感じで次はヘモグロビン濃度ですね。平均赤血球ヘモグロビン濃度 MCHC ですね。34.1、33.2 の 33.8、 まあ範囲内だね、これもね。赤血球の一定容量に対するヘモグロビン量の比をパーセントで表したことで、ヘモグロビンの量と、ヘマトクリット値から算出したものです。これで何が分かるのかちょっとよく分かんないですね。白血球数いい、これ早くちゃんと見れないよ、水境。白血球数がいるか。WBC ってやつですね。1回目が59、60、70。だんだん上がってきてね、これ何なの。最近など、非食し、濃食し、免疫情報でさらに免疫機能を発揮して生体防御に関わってきます。細菌感染症があると一般的には白血球数が増加しますが、ウイルス感染症の場合はかえって減少する。なるほどね、頑張ってるっちゅうね。はい、そしてこれ血小板数 PLT、 テレレンテレレレレンレンって、これがさ、この前去年からさ、ちょっとこう基準値オーバーしてんだよね。34.0、38.1、42.3 だよ。これ大丈夫？大丈夫？ちょっと血小板多いからもうガッツンガッツンパラレーかとあれじゃないみたいな、傷口治るの早いねみたいなね、感じでな。ちょっと手荒れとかが原因してんのかな。手が荒れてそこを防御するぞみたいな、これだけがね、ちょっとこう基準値オーバーしてるんですよ。医療従事者の皆様、何かこれで分かることがあったら教えてください。はい、以上ですね。ということで、まあ、ほぼほぼ、まあ、標準ね、まあ、こんだけ飲み食いして寝なかったりとか、まあ、遊びほうけでいるけど、まあまあ、標準だね。しかし、この白血球数、違う、血小板数、PLT ですね。これだけはちょっとね、徐々に上がってきてます。果たして大丈夫なんでしょうか。まあ、それだけは心配ね。まあ、あとはね、全然 OK です。まあそうだな、秘訣ってのはできるだけあれだな、ストレスためないこと、で野菜とかも食うことちゅうことじゃないでしょうかね、と思います。はい、ということでね、本日は、全然料理とも何とも関係ないんですけどね、よくよくね、何回か一回にね、いろんな人から質問があるんでね、何食ったらそんな元気なのとかね、それがそんなに暴飲暴食気味で体大丈夫ですかみたいなね、感じのね、質問がよくあるんで、それにお答えしました。もうカツカレー最高よ。でもね、まあまあ俺野菜も結構食べてるかなみたいな。いただきます。ぬか漬けはね、ほぼほぼ毎日食べてるね。
光食いいのかな。うん。で、こういうなんか、もうビビたる野菜だけど、このね、お前栄養あんのかって、なんだかどうかわかんないけど、とりあえず何、ベジタブルファーストみたいな。うん。最初野菜だけ一口食って、うん。よく噛んでから飲み食い始めるとか。ね。だから日高屋さんとか行っても、必ずそら豆とかさ、まあ栄養あんのかどうかわかんないけど、野菜炒めとかね。うん。食ってから、飲み食いに、他のもの飲み食いに入るみたいなね感じですね。うん、あとは、ほんと眠ったくなるまで起きてて、眠ったくなる、なったら寝ようかなとかね、そんな感じかな。はい、ということで、本日も最後まで目指しまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日は血液検査の結果みたいなね、感じでお送りいたしました。今日もね、ようやくガツンガツバラライカと入ってるんでね、これ食って仕事に入るかーみたいなね感じ。 あとちょっと俺運動しないんですよ、全然運動しないんで、仕事の時になんかオーバーアクションで動くみたいな感じ。まあフライパンとかは別に普通のアクションなんだけど、例えばこう片付け終わってハッピータイムに入る前に掃除とかするじゃないですか。で、思いっきりなんか屈伸しながらステンレス拭くとかさ、思いっきりこう手伸ばしてこうガスコンロを掃除とかさ、そういうのはなんかまあちょいちょい転がす。ほんと何しろ運動しないんだよ。その辺はちょくちょくやってますということで、失礼です。このカレー弁当あるじゃないですか。このカレー弁当の美味しい温め方、レンチの仕方、すんげえ昔のもう幻のクソ動画みたいな感じであるんで、まあよかったら下に貼っつけておくか、いわゆるまだあんのかな、もう超クソ動画みたいな、黒歴史動画みたいな感じであるんでね、よろしかったらそちらも、ママでもね、いいと思うんだよね、温めの美味しいもんね。よかったら見てやってください。それでは失礼いたします。またお会いいたしましょう。良い一日を。どうぞ、その前に皆様に一つ、お願いします。動画アップのモチベーションを維持するために皆様のさて、グッドマーク1票入れていただければ幸いかと思われます。それでは失礼いたします。健康でガッパンガッパン食って頑張ろうね。じゃあね。 PS あとですね、あれだね、よく MMDD の方では言ってるんだけど、MMDD って無駄なしまかない道場ダイジェストってこの裏チャンネルみたいなもう一個チャンネルあるんですよ。でそれではよく言ってるんだけど、まあ、何しろすげえ酒飲んじゃってる画像っていうか動画ばっかりだね。これその時によく言うのが、キャベツ線サバ缶オミスラっていうことで、キャベツの千切りね、定期的にドッカンドッカン食います俺。あとサバ缶ね、サバ缶も定期的にガッツンガッツンパラライガ食べます。でサバ缶料理は上の検索ボックスでサバ缶まかないあたりで調べてくるとドカドカドカーって結構ね出てくるんでね、まあサバ缶そのまま食ってもうまいんだけど、ちょっとアレンジすると結構美味しいんでね、それは定期的に食べるようにしています。あとはオニオンスライスですね、オニオンスライス もうガツンガツンパラライカとね、刻んでよく食べます。その3つはよく食べるかなということで、PS でした。失礼いたします。じゃあね。